はい、それでは復刻の迫り来る暴風魔獣、ナイトメア、こちらの攻略解説をやっていきたいと思います。まずこのナイトメアはですね、敵、まあ大体特徴としては速度が250で速いっていうことと、まあ範囲攻撃が多いですね。まあこのサイクロンとかも使われるとちょっと厄介かなっていうところあるんですけれども、めちゃめちゃ強い攻撃技っていうのがないので、まあ基本的には回復ちゃんと知ってればちゃんと倒せるんじゃないのかなと思います。あとめんどくさいのはこういう魚の召喚ですね。あんまりにも画面に増えすぎるとダメージを食らう要因が増えていくというところがありますので、そこら辺に注意したいと思います。で、特性の方を見ていくと、まあ今回マチ追加、まあ今回というか、まあ毎回あるんですけども、まあそこら辺はちょっとめんどくさいかなっていうのはあるんですけども、まあ先ほど速度が250速かったんですけど、まあこういう負傷速度、ピンチ速度ダウン、瀕死速度ダウン、いろいろまあついてますので、早めにダメージを与えてここら辺の速度ダウンを付与するっていうのがポイントになってくるんではないかと思います。はい。で、まあこちらの方のメンバーはまあ軽く紹介していくと、マチ追加に対して耐性は持ってるんですけれども、アキレス2人ですね入れて、まあ、BP 稼いでいくよというところと、マチ追加ですね、まあ耐性あるとはいえやはりここ大きいですね、見ていくと。で、それを補助する形でメイドのエカチェリーナ入れております。で、まあ毎度おなじみの、坂本龍馬がアタッカーというところと、それを無理やり動かすためのセイヤーサーで、マゴロクさんが、バフと BP 稼ぎを行っていくと、まあ大体私としてはいつもの構成になっております。まあそんなに苦労しなかったんで、あんまり詰めてないので、まあやり方はいろいろあるかなとは思います。で、まあ相手動き非常に速いんで、まあパッと動かれるんですが、まあまあここはどんどん殴っていきますと。まあこの暴風だったか何だったかな、まあ台風の目だったかな、ダメージちょいちょい食らっていくんですけども、まあ基本的には弱いんで無視していきます。で、魚とかの標的になるのは通常のアキレスになってくるので、まあ多少は HP の減りとかは注意してもいいかなとは思いますが、まあどんどん殴っていきます。でフィビーが入ってるので、まあ殴ると BP が自動でプラス1になるとこに、まあ、ブレイブアップというところもあるんで、どんどん増えていくと。で、ここでホーリーグレイルで動かしますと、まあ、基本的にはこの装備の方で自動回復で物理攻撃アップ、自動 HP 回復入れてるので、まあ動かせば動かすほどどんどん物理攻撃が上がっていくというような装備編成ですね。で、まあこんな感じでポチ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 殴っていけば簡単に終わっていきます。結構こういうタイプのボスは、まあパターン的には弱れば弱るほど相手が強くなるっていうのが定石なんですけども、このナイトメアさんに関してはダメージを食らえば食らうほど弱体化していくので、まあかなりその脅威は最初に偏ってるんで、そこさえしのいでしまえば、まあまあもう型なしという感じですね。でも HP も半分減ってきたところで速度は78まで落ちています。まあここまで来るともう本当に脅威は何もないですね。まあターボキックなんとなく入れてますけど、まあ入れても入れなくても一緒かなというふうには思います。はい。
やっぱりホーリーグレールでガン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 動かしていくっていうのがポイントかなと思いますね。あともう一回殴ればもう終わりと。お近づきになりましょう。私の相手は誰かしら。私の足技受けてみなさい。BP の溜まりがめちゃめちゃ早いんで、このアーサーさんが回ってくるときには毎回満タンにできますね。何しよっかな。これで終わりです。はい、ありがとうございました。なんでアタッカーはそんなに選ばないと思いますしね。まあ今回はメイドのエカチェリーナサポートに入れてもいいけど、まあいろんなイベントもあるんでね、入れてないですけど、まあ要望があればコメント欄にください。そうすれば変えときますんで。はい、まあ、他のキャラでも、まあサポート入れてほしいよっていう声あれば、まあ、変更しておきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございます。また、こういったイベントあれば動画化していきたいと思いますので、フォロー高評価の方よろしくお願いします。それではまたよろしくお願いします。